Welcome to my channel English with Yuki. My name is Yuki. I'm an English instructor from Euractual Language. 皆さんこんにちは。この動画は英会話スクールリンゲージ公式チャンネル、ビデオチャンネルです。本日は有楽町講師ユキがレベル2ユニット18レッスン2、パート A パート B のテキストとスライドに沿ってポイントを解説していきますので、復習にお役立てください。英会話スクールリンゲージでは会話中心のレッスンが行われますので、文法の解説は特にレッスン中では行われません。このビデオをもう一歩英語を勉強したい、理解したいという方に見ていただけたらなと思います。それでは早速ユニット18レッスン2パート A パート B グループブッキングについて、解説を行います。さて、このストーリーはインターナショナルサマーバスケットボールリーグのチームメンバーがフロントデスクでミリアムさんと一緒にホテルのチェックインをしようとしているストーリーから始まります。早速ダイアログの解説をしていきたいと思います。今回のストーリーの最大のポイントとなってくるのは、私は何々が欲しい、何々が欲しくないという意思を明確に英語で相手に伝えることが今回の最大の目標になってくるかと思います。なので1ページ目のコーチが言ったフレーズを思い出してみてください。 We prefer rooms high up。 この prefer という単語をマスターするようにできるといいかと思います。プリファーを辞書で引くと、何々をむしろ好むという日本語の訳になっています。例えばこのプリファーをですね、want に置き換えてしまっても大丈夫です。 I want 何々だったら何々が欲しいですよね。ただこの want をプリファーにすることによって、何々と比べてよりプリファー以下に来るものを好んで欲しいよという言い方になります。なので want でもいいんですけど、プリファーを使うとよりその何かよりもプリファーの後ろに来るものの方が自分はいいんだよというニュアンスを明確に伝えることができる、すごく優れた単語ですので、プリファー、これを機に覚えてしまいましょう。 For example、 私は野球よりサッカーの方が好きです。私は野球よりサッカーの方が好きです。これを英語に作ってみてください。考えてみてください。はい、準備ができましたか？では答え、 I prefer soccer to basketball。 I prefer soccer to basketball。 サッカーの方が好きな場合は、 prefer の後ろにサッカーを置いて、 to 引き合いに出す相手を野球、 to の後ろに置いてあげるようにしてくださいね。正解できましたか？次のポイントとなるのは、コーチや、バスケットボールメンバーの、人たちがどのような部屋に泊まりたいかというのを詳しく説明するというのがポイントとなってきます。 I would like a room with 何々 with 何々何々何々と、 with の後ろに何が欲しいかというのを追加追加追加で、言えるようにしていくよ、できるようにしましょう。なのでこのテンプレートを覚えてみるようにしてください。I'd like a room with 欲しいもの、欲しいもの、欲しいもの、欲しいもの。このようにして I'd like a room と先に言ってしまいますね。このこういう部屋が欲しいんだ、欲しいんだ。その後ろに with をつけて、 with の後ろで、何かリクエストがあればどん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 付け足していくようになります。多くの生徒さんがレッスン中に with の方は印象に残っていて使ってくれた、くださったんですけれども、 I'd like a room という初めの部分がなかなか出てこない生徒さんが、結構いらっしゃいました。まずこれはもう決まり文句のようにして、 I'd like a room、 I'd like a room with 何々何々、このように、全て初めの部分をテンプレートで覚えるようにしてみてくださいね。 I'd likeI'd like a, I want と一緒です。ただ、さらに丁寧に、言っているバージョンですので、I'd like 欲しいものをすぐに言うようにしてください。先ほどの prefer と似ていますね。prefer 欲しいもの、I'd like 欲しいもの、I want 欲しいもの。この3つを、しっかり覚えるようにしてください。エクササイズの方に進みましても、どのような部屋が、に泊まりたいかというので、ひたすら I'd like a room with 何々々々というふうに伝える練習がたくさんあったと思いますので、今一度復習をしてみてください。
それでは本当に最後の最後ポイントなんですけれども、頭の中いっぱいになっても混乱しちゃうよっていう人は、ここまで覚えなくても大丈夫なんですが、いい質問があったので一つ紹介したいと思います。生徒さんから I do like to と I do like 何が違うのというふうに、質問がありました。I do like to があると to の後ろに動詞というものが来ます。なので例えば食べたいよ、リンゴが食べたいよだったら I'd like to を入れて食べるという動詞が必要になりますね。動きなので I'd like to 食べる eat an apple。 to がある場合は動詞を必ず持ってきて、その動詞のことがしたいよというふうに使いますね。ただ to がないバージョン、 I'd like an appleだと、リンゴが欲しい、食べたいとかではなくてリンゴが欲しいになります。 I'd like to は動詞がしたい、たいです、たいたいたい。 I'd like 欲しいものはたいとかではなくて何々が単純に欲しいというのの違いになりますので、ある生徒さんは I'd like to といつも言ってるので癖になって to という風についつい言っちゃうよなんていう風におっしゃってた方もいました。2つの意味は、文法的に違うので、 I'd like to eat とか drink とか play なのか、 I'd like の後ろにすぐ欲しいものが来るか、この2つの違いをしっかりと明確に復習して、身につけてみてください。それでは私の方から以上になります。レベル2、ユニット18、レッスン2、パート A、パート B のダイアログとエクササイズについて解説をしました。復習をして、また来週も皆さんにお会いしましょう。Thank you very much. また来週。